県内で新たに28人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。20人以上は今月2日以来です。新たに感染が確認されたのは、10代から70代までの男女28人で、10人は感染経路が分かっていません。感染者が20人以上になったのは4日ぶりです。秋福祉保健所管内の飲食店では、 県内30例目となるクラスターが発生しました40代の女性2人は、昨日発表された男女2人を含めた5人で先月31日の夜から今月1日未明にかけてこの店を利用していました経営者の40代夫婦も感染が判明し、クラスターは6人となっています また、今月3日から高知市中央公園で行われている飲食店の従業員を対象にした PCR 検査で、初日に受けた40代女性と30代男性の感染が確認されました。県内の感染者の累計は1600人となりました。重症は1人増え11人、中等症は5人増え24人です。